銀行の人に持続化給付金を受けたらどうで、すすかって来たんですねでこれ、結構いいと思う。皆さんやった方がいいと思う。えーとね、一応、もうすごいザクッて言うと、ここ書いてる通り、ちょっと大きくする。前年同月比で50%以上売上がダウンしたら使えるんですね。2019年。だから4月の売り上げが、例えば去年1000万やったら、500万なとったらもらえるんですよ。もうこれもらえるやつなんで。 個人事業にする100万、うちやったら200万なんですけど、これ本当に、これいいですよ、これちょっとした方がいいですよ、もし,もしあの対象の人はですよ、う,んうん、うちざ、うち、もう本当、50%落ちたら、もうマジ潰れる、さすがに行ってない、そこまで、そこまで行ってないんで、ちょっといただけないっていうかさ、あの申請はできませんけどって言いながら、えー、世の中悪いやついっぱいおるから、申請したやついっぱいおるんですね。うん あの要するに改ざんして嘘ついて俺そこまでしてね取るやつには言いたいやめとけもうやめとけそんなことしてね本当に本当に困ってる人にねやっぱ配らないかんからそういうことしてもう要するにねあの大変やん1つでも出ると向こうのチェックとかさもうやめとけって言いたいマジでうん結局バレると思うけどねあの何言ったっけ 決算書もね、改ざんして出してる人いますよって話を昨日ちょろっといろいろ聞いたけど、そこまでして出さんでいいかな、うん。200万確かに魅力ですけど、うん。だからまあ普通の個人事業主の人でも商売されてるところは、もうぜひこれちょっと調べた方がいいですよ、絶対。うん、50%本当に食べ物屋さんなんか落ちてるところボロボロあると思うんで、うん、絶対これ。 申請した場合がいい、マジで。うんで、ちゃんともらって100万でもですね、足らんって言われたらそれまでやけど、少しでも足しになればってことで、これ、あの、ネット上で書類でできるんで、あのぜひやったほうがいいです。簡単、簡単みたいです。やりますかって言われたけど、絶対税,税務署でバレるもん、100%、後で。後でばれた時に、もう、人間としてどうかなと思うから、もう、こんなのは。こんなのはち、今回はしませんけど、うちはね、 うん、普通にできるところはぜひね、これちょっとネットで調べればすごい簡単に申請はできるんで、しかも早いみたいなんで、ぜひぜひやっていただきたいなというふうに思いますんで、もうちょっと詳しいことはもうホームページ見てください。私ちょっと詳しくわかってないんで。ってことで、えー、持続化給付金ですね。ぜひぜひやっていただきたいなと思いました。